世界で一番お姫様そう誘惑したり心得て よね。その一、いつもと違う髪型に気がつくこと。その二、ちゃんと靴まで見ることいいね。その三、私の一言には三つの言葉で提示すること。わかったら右手がお留守なの。なんとかしてレースにわがままって聞いてないだから、君に心から思ってほしいよ。かわいいで世界で一番お姫様気がつけてね。任せるなではないの、私をダメだと思ってるの。今すぐによ。ジェラチュー。閉店かわいの間違いでしょう。文句は許せませんと。あのね、私の話ちゃんと聞いてる、ちょっと。あ、それとね、白いおばさん決まってるでしょ、迎えに来て。わかったら貸し付いて手を取ってお姫様って、別にわがままなんて言ってないだから。でもね、少しくらい仕掛けくれて勝っていきのよ。世界で私だけの様気がつけ、ほらほらお手手が当てます。ぬくしてぬこしわの氏様そうのして、気がついてよ。早く世界、君はわかってない、わかってない。仕事の箇所とケーキ、こだわり卵の届けぬくり、みんなみんな我慢します。わがままなことは思わなね。私だってやればできもうとてこかするわよ。どうせですが私は世界で一番の姫様じゃあどこかにいちゃうよ。不意に抱きしめられた愛に備え惹かれる、危ないよ。そう言ってそっと向く君、こっちが危ないわよ。